今日はね、結婚で結構めんどくさかったことがあったじゃないですか。うん、うん、めんどかったね。めんどかったね。特にやっぱカホがめんどいことも結構多かったと思うんだけど、うん、それをね、まとめてみました、うん、結婚する前は、うん、小さい頃とかは特に、うん、その結婚生活へのもう憧れみたいな、うんうんうん、あ、お嫁さんお嫁さんっていう感じだったんだけど、うん、現実はもうめんどいよそうね、想像してたんだけど、その大変だっていうのは、うんうん、あ、こんなに大変なんだって思うことが結構たくさんあったから、うんうん、参考にというか、そうだね、これから結婚する人も、うん、予定の人もいるだろうし、うん、同じ経験をした人に分かるって言ってもらえたらなって思って、ね、ほんと最近まで大変だったからね。てかまだ終わってない。終わってないねそれをね、喋りたいと思います。だからこれは、うん、愚痴動画ですね。そうかもしれないですねその1、うん、婚姻届がめんどい。めんどかった本当だからもう一回昔の話に戻るけど、うん、漫画とかではさ、うん、こう書いて一緒に出しに行ってさ、うんうんうん、今日から夫婦だね、うんうんうん、だしさ、僕たちも入籍した当日の動画にしてるけどさ、うんうん、そういう感じにしてるじゃん、うんうん、ホテルで書いて出しに行ったよっていう流れじゃん、うん、そうそうそう、けどその出しに行くところはもう最終すぎて、うん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 、そのそこまでの準備が地味にめんどくさかったよね、うん、めんどくさかったね。まず何が嫌だかって、うん、戸籍謄本とかが必要になってくる、うん、そう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 、からわざわざ役所行かなきゃいけないのがめんどい。僕の場合は新潟に行かなきゃいけないの、うん、ああそうそうそうだ、そうその戸籍謄本っていうのは、うん、自分の本籍がある場所まで取りに行かなきゃいけなくて、うんうん、そう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 、神奈川だからすぐなんだけど、トモヤ新潟だから、そう、まあでも行ったわけじゃなくて、うん、代理でも受け取れる、うんうん、だからそれを頼んで郵送してもらってやっと手に届く、うん、そうそうそ う, そ う, そう、だから明日出したいで間に合うものじゃないんだよ ね, ね、地元同士の人たちの結婚なら別に簡単みたいな感じだったよね、うん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 、でそれに気づいたのが1月末だったんだよ。そうだ、結婚直前、そう2月8に出したいのに、うん、1月末に戸籍謄本がいる気づいて、トモヤもう急いで電話して速達で送ってもらってみたいな嫌だかったよ、ね、嫌だかった嫌だかったね、間に合うかなみたいな気持ち、ね、焦りがね、うん、大変だった。そう、うん、僕的に一個大変だったのが、うん、そのまず婚姻届っていうもの、うん、紙をどれにするかみたいな問題、うん、あ種類がさ、うん、すごいデザインがいっぱいあるもんね。そうそうそう、なんたら限定のこのデザインのみたいなとかもあったりするじゃん、うん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 、うちらはさ一回揉めたよね。え？揉めたっていうか、もう僕が知らなすぎてカホに迷惑をかけた。ああそうだ、なんか僕はなんか役所とかにもらいに行くものだと思ってたの、うんうんうん、そういうなんか引っ越しの紙みたいな、うんうんうん、だと思ってたら、うん、いやなんかネットでダウンロードできるよみたいなカホが言い出して、うんうん、え、そんなんでいいのみたいな気持ちになっちゃったよ、僕。だから最初は書こうかとも、カオが言ったの、うん、うちらで絵描くみたいな、うんうんうん、それえ、そんなのダメでしょなんでそんな落書きするのみたいな感じで言ってきてそうそうそう、で、なんかカオが緑にするとか言い出して、うん、緑でいいのみたいな知らないってことは知らなくて、うんうんうん、だからなんか食い違っちゃってずっと、うんうん、何を言ってんのと思ってそう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 、承認欄のところに名前を書いてもらうんだけど、うん、証人の人に、うんうん、それそれって案外大変じゃないって思って、なんかいるって思ってね、結局二人のお父さんにそれぞれ書いてもらって、うん、そうそう、顔合わせの時にまとめてね書いてもらったから、だから顔合わせの時までにそれに気づけたからよかったの、うん、それができたからね、うん、気づいてなかったら郵送、うん、郵送ってみたいなね、しかもなんか郵送ってって思うのうちらは出したい日が決まってて、うんうんうん、その時にちゃんと受け取ってもらえるように、うん、事前に下書き鉛筆で書いて、うん、それを市役所に内容間違ってないですかねって相談しに行った、うんうん、で結構修正入って、そう案外ねそうここ違うとかここいらないとか、ね、調べて行ったのにね、うん、で、まあ、当日スムーズに進んだんだけど、うん、その手間ね、まあ、多分受け取ってくれんだよ、うん、当日ミスがあっても、ね、うん、けどなんか
そんなミスだらけの出したくないって思っちゃってそうだ、ね、結構みんな確認する人多いみたいでさ、うんうんうん、でも大変じゃないって思って、次に面倒くさかったっていうか、うん、大変だったからなんだけど、うん、やっぱり両家顔合わせが大変だったなって大変だった、うん、何が大変だったって、うん、まず一番最初のお店決めとかも、うん、それ大変なんだけど、うん、一番今でも印象に残ってるのが、うん、親との探り探りの会話、うんうん、なんてないじゃん今まで。ないね。親はさ常に僕の知らないことを知ってる存在というかさ、うんうん、そうだね。そう全員が初めての体験の場所、うんうんうん、そうそうって何なのって、しかもその家族とっていう、ね、うん、その空気感がね、ね、不思議だったよね、うん、その当日までのさ、うん、その LINE とか電話で結構やり取りしたんだけど、うん、こういう時はどうするのかなみたいな、お互いさ、ね、ネットで調べたんだけど、そう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 、こうらしい、ね、多分全員ネットで調べてんだよ失礼のないように、うんうん、日程調整かと、うんね、もう大変だったよね。大変だった、うん、なんか誰もさ、うん、ピンポイントでこの日がいいって言わないじゃん、うんうん、そうだね。だからこう向こうが良ければになるから、そうそうそう、あ、じゃあ確認してみたいなね、不安不安、うんうん、不安不安っていうのでやっと決まるみたいなこの辺りの場所がいいんじゃないかなみたいな、ね、詳しくはね、うん、そのもう一本動画にしているので、うん、顔合わせの動画見ていただけたら嬉しいです。あとしおりも作ったんだ。あ、そうね、顔合わせのしおりっていうのも作って、うんうん、それも、ね、作ってめちゃめちゃ良かったけど、うん、作るのは普通に大変だったね。それもそっちの動画で全部見せてるので、うん、よかったら見てみてください。次に大変だったのが、うん、順番が大変だったんだけど、順番順番うちらはファンの方が名字を変えたんだよね、うんうんうん、その名字の変更系手続きの順番が大変だった。あ、なるほど。確かに優先順位があったよ ね、 あれね。そう、このカード変えるためにはこっちをまずやってなきゃいけなくて、うん、みたいな話で、ね、そう、うんうん、それがもう多すぎてやばかったの、ね、頭おかしくなるかと思った、うん、書いて書いて矢印で戻って、うん、あ、ね、やってたよね、こっちに戻ってこっちに戻ってで、ね、表作ってたよね、そう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 、あみだくじみたいな、ちょっとね今調べたらいろいろ出るんだけど、うん、婚姻届出して、うん、すぐその免許証の変更とかができないんだよね、うん、何日間か、うん、何日間か開けないとダメみたいな感じだよね、うんうん、って言われて、うん、で免許証が変わんないと、うん、クレジットカードとかの変更ができないじゃん、うん、証明が一個もないから、うん、そうだね。だからもう免許証待ちで、うん、クレジットカードの変更のためには銀行口座の変更と名前の変更が必要で、そのためには免許証が必要で、うん、あと3時までに銀行に直接行かなきゃいけない、もしくは郵送で2週間感じで、うん、大変だったのだから順番がね、最近やっと使ってるクレジットカード系が全部大体終わったなとかで、うん、本当に1週間前とか2週間前にやっと終わったよね。そうそうそう、結構調べると効率のいい1日の手続き順番、あ、出てくるスケジュールみたいな、出てくるよいいね、やろうと思ってた日にちょっと動き出したのが2時とかからで、あ、もう銀行閉まっちゃう、うん、みたいなね、なったの今でも覚えてる名字変える側の方だけが大変って、うんうん、でも実際そうじゃん、うん、まあね、そうで、トーマはなんか全部手伝うって言って一緒に全部見ててくれたけど、うん、結局電話するの本人じゃなきゃいけないし、そう本人が受け取りとかに行った方がスムーズだし、うん、だからそう僕もすごい手伝う気でいたのに、うん、なんかあまり手伝えることがなくて、あんま、ね、なんか、なんか電話してる内容聞いてるみたいな隣で聞いてるとか、うん、一緒に警察署行ってなんか順番待ちするみたいなそうしかも警察署の待ってた時さ、うん、顔はその申請者だからそっち出ますけど、トモヤは待つ人みたいな、そうそう、端っこのベンチみたいなとこにしか入れなくてだから一緒に来たい意味ないの全然すごい遠くでトモヤが、うん、けどまあ手伝おうとしてくれたりさ、調べてくれるのありがたいなって思ったよ、うん、クレジットカードでねすごい大変だったのが、うんうんうん、電話しなきゃいけないっていうところが結構あって、でもその電話がさ繋がんないもう大変だよね、うん、電話しなきゃいけないってなった時の嫌ださ、うん、半端ないよね。そうそうそう、どうにかチャットとか最近あるじゃ ん、うんうんうん、
チャットでできないかとか問い合わせたり、うん、メールで問い合わせるとこないか調べるんだけど、うん、ダメで電話番号も見つからなかったりするんだよ。それそうそう、電話じゃない方法を探したりとか、うん、電話番号を探したりとか、うん、っていう時間でめっちゃ時間かかるよね、うん、あれあの時間めっちゃ嫌じゃない。嫌だ。でも分かるんだよ、電話受ける仕事もさ、うん、会社員の時してたからさ、うんうんうん、どれくらい大変かもあっち側のも分かる。分かるね。無限にさここにピカピカさ、うん、何待ちってさ、数字が増えてくの。でこっち電話しながらあやべまた増えた、早くこの電話終われみたいな風になるんだけど、ね、もう見てるから知ってるんだけど、うん、いざこっち側になると、うん、まだかよ。次にめんどくさかったのが、うん、パスポートの変更がめんどくさかった、うんうんうん、新婚旅行はアメリカに行くんだけど、うん、その航空券を名字新しくなったパスポートになる前に買っちゃったの、うん、そうだから違う名前の自分の券を持ってる状態になってて、うんうんうん、でパスポートを今度は変更しに行って、うん、それも時間かかるんだよね、うん、どんくらい待ったっけ。提出して 1,2 週間うん、1週間後とかだったかな確か。でまたそれもさ写真撮ってさ、うん、そうその更新じゃないのに、うん、名字が変わるから結局ね作り直し的な感じなんだよ。そう結局だパスポート番号も変わるんだよね、うん、そうでそれは過去だけだと思ってたら、うん、そう僕も本籍、うん、地本籍地が変わるから変えなきゃいけなくて、うん、何も変わってないのに6000円だっけ。そう高いの1人6000円だから、うん、1万2000円かかっちゃったんだよね、うん、それでやっとパスポート手に入ったら今度はまた電話するんで、うん、航空券があって。そうそしたらまた繋がんなくて、うん、そうしかもなんかうまくいかなくて、うん、なんか電話先の人がなんかパニクっちゃって一生懸命説明してもしても通じなくて、うんうん、その人との通話代で1000円以上使ってて、できれば本当にパスポートはしっかり変えてから予約が一番いいね。そうだね。そうだからそうね、そのさだからああ免許証ぐらい優先だったんだなって思って。ああ確かに確かに。けどパスポート変えるときに免許証出したと思うから、うん、免許証変わったらすぐパスポートか、うん、最後のめんどくさかったのは、うん、賃貸契約がめんどくさかった、うん、賃貸契ね顔の名前で借りちゃってんだよね。そうなんですよね。私の家なんです。いや違う、僕の名前入ってるよ。一応横に端っこにポンって欄外に書かれてるだけじゃん。そう、それはなんでかっていうとさ、うん、てかまあどっちでもいいんだけどさ、トモヤが大学生で、うん、カーが社会人の時に家を借りたから最初に、うん、その時はさ、まあ、カーの名前で契約するじゃん、うんうん、こっちの方が通りそうだなって思ったから、うんうん、そうそう、でその名残で、うん、ずっとカーなんだよね。それででも名字が変わったから、うん、書類いろいろ変えなきゃいけないってことになって、ね、僕だったらこれ何も必要なかったってことだよね。これそうだよ、パッて終わればいいんだけど、うん、電話番号調べて、うん、そこに電話かけて、うん、したらここに電話して説明してくださいって言われて、うんうんうん、あ、分かりましたって、でそっちに電話してかけて、そしたらどこどこにも電話して説明してくださいって言われて、そこにかけて電話して、そしたらこのメールをこうしてあそこに送ってくださいって言われて、結局メールかよ。しかもさ、自分がどこに電話してるかが分かってなかったね、あまり。保証会社なのか、うん、そのなんか賃貸のなんかなのかみたいな、うん、すごく分かんなくなっちゃう。この人誰だっけって。ちゃんとできたんだよね。こういうのはやらなきゃいけない責任感的なのがさ、もっとあるじゃん、うん、だからそういったストレスもあったよね結構。ああそうね、早く、うん、ちゃんと早くできとかないとやばいね。クレカとかもね。そうだね、うん、あそうだ、電気水道ガス系もそうだよ、カホだったんだよ、うん、うわバカだと思いながら、うん、クソクソクソ、ね、たまにネットだけでできるやつとかもあるんだよね。あそう、それの会社好きになるよね。以上ですか。以上です。はい、あでもそうだよね、名前が変わるってさ、うん、大変だよ ね。ちなみにまだ終わってないやつとかある？ある。いいかなって思って。もう切り捨てる。まあこれから結婚する人はそれを覚悟してもらって。そうだよね、これぐらい大変なんだよっていうね、うん、大変だったけど、うん、協力的でいてくれると嬉しかった、うん、あ本当。何もできないけど、うん、まだマシだった。うん、マシだった。トモヤも
カホの何が終わってないかを、うん、なんとなく把握しててくれたし、これ電話明日しようねとか言ってくれて、うん、それがすごい嬉しかったから、あれ明日電話しないよって言ってやだやったことあるよくやだだもん今いい話してんだから、ね、あそうそうやって助け合いましょうっていうことです。そうだね、うん、こんだけ大変だからしっかり2人でね、うん、助け合えるところは助け合うっていう話だね、うん、はい。